こんにちは、ようこです。今日は筋トレを一回やめて、ヨガのポーズを5連チャンやってみたいと思います。ヨガはずっと習ってたんで、まあ、ほとんどハードなポーズも全部できるんですけど、久々にちょっとストレッチ系ヨガやりたいなと思ってやってみます。ネットで調べて、できたら上級者、これができたら上級者ですみたいなポーズがあったんで、これを5連チャンやってみたいと思います。最初ね、弓のポーズ、腹部の脂肪が取れる、消化器の活性化。じゃあちょっとやってみます。弓のポーズからいきます。現物見した方がいいかな、みんなに。これ見していいのかな。弓のポーズ1個目、これね、気持ちいいんですよ。皆さん、体硬い人はきついかもしれないけど、まあできる範囲でやってみてください。こういう感じです。あ、これちょっと待って、これ全口笛吹く余裕はないですね。ちょっと待って、意外とこれ吹けない、腹が圧迫されて口笛は吹けない、ダメだこれ。ヨガはですね、無理してやらないことが一番重要なんで、まあ、痛気持ち、最悪痛気持ちぐらいで一回ポーズはストップした方がいいですね。痛いとか辛いはやめた方がいいです。なんで私も気軽にやめます。はい、弓のポーズパート2、これ立ちポーズなんです。立ちでやってみますね。見えるのかな。よし、立ちですね。効果、全身を活性化させ、若返らせる。いいね、口笛吹けんじゃないですかね。やっぱこう親指持ちまして、まっすぐですね。無理、これ吹けない。吹けるけど死ぬ。これちなみにめちゃハードめなポーズなんで、できなくて当たり前だと思います。私は慣れてるんでできるんですけど、多分これ足を片方ずつ上げるんで、まあ左右対称にやった方がいいと思うんですよね。さっきの移民のポーズの最初のやつは両足掴んでやってるんで、あのままでいいと思うんですけど、ちょっと逆もやってみます。で、左右のバランスが取りづらい方をより長くやると、まあ、左右対称というか全身が良くなると思うので、私は左足で立つのが苦手なんで、これは辛いです。はい、次ちょっと全然口が吹けない。これ筋トレはね吹けるんですけどね、なんだろう、全然息が持たない。カラスのポーズ、はい、こんなんです。宙に浮いてるじゃん、こんな。宙にできるこれ。手首が鍛えられる、まあ、そりゃそうだよね、こんな手首だけで浮いてんだからね。集中力が高まる。口笛吹けるんじゃない。呼吸能力が高まる、だってめっちゃいい。これ一生やってたら口笛の化け物みたいなモンスターになれる気がする。じゃあカラスのポーズっていうやつをやってみます。はあ、結構ね、喋りながらねやるの使いますね。よいしょ、はあ、疲れた。まあ、これまっすぐ、あっちょっと待って、受けるけど持続が無理。ちょっと待って、ちょっと待って、絶対できる、これは。ぬっぬっ、ちょっと痛え。膝どこにつけてんの。
すごい効く。これできたらめっちゃめっちゃ効果高いヨガだと思う。すげえ、カラスのポーズめちゃくちゃハマる。これできたらねすごいと思います。ちょっと私も練習しよう。この宙に浮くポーズかっこいいんで、皆さん練習してください。次、鳩のポーズ。あーこれすごいストレッチっぽい。内臓機能の向上、ストレス解消、いいね。ストレス解消したいね。じゃあやってみます。どうなってんの。やばくないかこれ。ちょっとやばくないですかこの格好。え、そんで頭をこう、ちょっと待って、無理だよこれ。これ中国のなんかすごい軟体症状のやるやつじゃん。これ足内側かも。あ、こうか、こういうのができるかも。ちょっと待って、これが邪魔。足をもう切断したい。もう邪魔すぎるこのポーズをやるにあたって。まあ大体ねこれで上向きゃいいと思うんですよ。無理、やめよう、これ体に悪い。やめよう。はい、終わり。次、ねじった体側を伸ばすポーズ。まあこれほらよくあるポーズですね。やってみよう。これはできる。これ最後です。今日5種目なんで。これも多分ね、左右対称にやった方がいいと思うんですよね。こうでしょ、足をまっすぐしてこうね。あ、これなら永遠に口笛吹けそう。めっちゃここ伸びる。すっごい伸びる。ここ気持ちいい。いい感じの5種目でした。最後のポーズは内臓の毒素を排出だって。最高じゃないですか。すごい。皆さんもよかったらいろいろ調べて挑戦してみてください。簡単なポーズでも十分ストレッチになると思います。じゃあありがとうございました。さよなら。